歴史に名を残す。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 死に直の子。近藤さなすけで I can't stop loving you。 I can't stop loving you。 I've made up my mind to live in memories of the lonesome times。 I can't stop loving you。Useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, long, long ago, still make me blue. Missing the time.Here's a broken heart, but time has to steal. Since we've been apart, I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time.Useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, still made me blue. This is the time.Sometimes I can't stop wanting you. It's useless to say, yes it is. So I just live my life in dreams of yesterday.この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ。この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。ということでですね、4月の23日、はい、まあ、なかなかまだ大変な状況が続いておりますけれども。そうですね、ねえ、はい、まあでもここはですね、僕も動画作ったりとかしてあげたんですけれども、もう頑張ろうしかないですからね、うん、本当だよね、うんうん、でこういう時に僕が動画であげたのは音楽は友達、はい、だからもう常にね、喜怒哀楽の中に音楽があって常に寄り添ってくれてるんじゃないかと思うので、うん、はい、まあたまにはですね、音楽に向き合って家でゆっくり音楽を聴くとか、うん、そういうこともね、うん、大事だと思いますし、うんうん、そうですね、うん、小さいお子様がいるところではですね、いろいろ日本昔からある童謡唱歌、はい、はい、これをぜひですねご家庭で歌っていただきたい、うん、と私はもう別にコロナだから歌ってくださいんだけど、昔からね、子供たちがあんまりにも童謡唱歌を知らなさすぎる、うん、で割と世界にね、うん、最近みんな行くじゃないですか、英語を勉強したりとか、うん、はい、行った先だけで日本の歌を歌ってっていうことが多分あると思うんですよ、うん、そうした時にね、うん、桜桜とか、うん、歌っていただきたいな、うん、ね、うん、
ふるさととかね、ねえ、うん、歌っていただきたいなと思うんで、まあ、そういった意味ではですね、いいんじゃないのかなと思ったりとかしますけれどもね、はい、まあ、こんな大変な時だからこそですね、この番組を通してですね、音楽でほっこりしていただきたいなと思っておりますけどね、はい、よろしくお願いいたします。ライブパーソナリティはガンさんと MC ブサイクとそしてジュンです。以上のメンバーでレディオビングスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 084-920-8765。 ミュージックビンゴスタートです。ジェイズコレクションのコーナーなんですが、今週は豪華版でお届けしたいと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。どうも、建築レコード健次郎です。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。もう僕はですね、じゅんちゃんのとこに去年ですか、一昨年、去年来られた時に拝見したんですけれど、はい、千円札の紙飛行機が、はい、30機ぐらい飛んでましたけど、うん、すごいですよ。目の当たりにしました。健次郎さんの凄さ、はい、そしてまたいい男、はいはい、申し訳ないです。どうでもいい男。そんなことないです。まあ健次郎さんもうデビューしても何年ぐらいになります？今年でも11年になりましたね。もうベテランクラスになっております。もうなんか最近ね、妖艶な感じがする。うん、うん、2枚目妖艶っていう感じだ。怪しい感じ。怪しい色気がね、やっぱり2枚目ですよ、うん、ねえ、おしゃべりもお上手ですね。そんな健次郎さんなんですけれども、はい、いろいろと全国キャンペーン、はい、普段回られてると思うんですけど、今どういった状況です？いやー、もう本当ね、大変ですよ、もう、うん、まあ、僕らもこういった、ね、こうお客さんを、まあ、目の前で仕事をしてるっていうことが多いんで、はい、どうしてもでこういった時期になった時に、うん、まあまあ、こんなことが起きるんだなっていうのを、ね、初めて、まあ、うん、自分がこういった仕事をしている中で感じたんですけど、はい、うん、やっぱ先輩の歌手とかの方からも、ね、連絡、まあ、心配していただいたりとかもしても、でもやっぱこうみんな仕事ないっていう話ですね、うん、もうだから発表会も、ね、こう会館とかそういったところ使えないですし、うん、でやっぱりね、キャンペーンとかそういったものもできないですから、うん、もちろんレコード店さんもね、店頭とかもダメですし、そういった会館でね、うん、CD を販売したりっていうこともできないっていう中で、うん、ただね、もうだからもうどうしようもないって言ったらどうしようもないですよね、はい、で特にね、やっぱりこう悪くなるっていう可能性があるのが、うん、結構ね、まあ、年齢が高い方が多いっていうのがあるんでね、うん、どうしても僕ら応援してくださってる方っていうのが比較的、まあ、年齢層が高い方が多いんで、うん、そういった意味ではね、余計になんかこう悪循環が、まあ、ずっとこう回ってるなっていう感じ、うん、じゃあ現在健次郎さんもご自宅で自粛っていう感じですか？そうです、うん、まあ、健次郎さんにかかってもらっても困りますからね。本当ね、僕かかったら大変なことになっちゃいますから。大変なことになっちゃいますから ね、 ねえ、まあ、じゃあそういった、まあ、逆に言うとこれで収束したらまた健次郎さんより一層活発に ね、 そうですね、やっぱね、早くねこれが収まってもらったら一番いいんですけど、うん、なかなかこのね、こう誰がかかっててかかってないかっていうのが分かんないから余計に困るんですね。そうなんですよ ね、 ね、だからかかってる人が分かればもうね、まあ、まあ、いわゆる、うん、まあ、治療してもらうっていう形になってるし、うんうん、もしかしたらもう前にかかってても治ってる人もいるかも分かんないわけですね。それはいるでしょうね。
だからそういう人たちはもうかかんないんですよ、逆に言うとね。そうですよね。普通はかかんないから、もうそういう人たちはもう逆に、出歩いていいじゃないのっていうことだと思うんですよね。うん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 。全部がダメって言われるともうどうしようもないじゃないですか。それはそうです、まあ、かかってても治ったっていう人もわかんないから大丈夫じゃないかなって思ったりします、うんうん、だそういうなんか違う検査を、ね、してほしいなと思います。あ、まあわかります。今自分の立ち位置ですよ ね、 そうですよね。どういう状態でいるのかっていうのは僕らも怖いですもんね。実は持ってるかもしれないと思うと、うん、そうそうそう、それが分かんないんですよね。うん、まあ、医療崩壊とかいろんなこと言われておりますけど、でもやっぱり心配は心配ですから。そうです ね、 ね、まあ、そんな健次郎さんも11年、現在まで、はい、何枚ぐらいアルバムを出されてます？ね、シングルで言えばね、ちょうど、1、2、3、4、5、6、はい、8枚ぐらいだ。8枚、はい、そしてアルバムが、2枚、はい、今日ご紹介していただける曲はそのアルバムの1枚2枚の中のどちら側でしょう？いや、まあ、両方とも入ってるんですよこれは。あ、そうなんですか。はい、おー、実はですね、まあ、僕のデビュー曲なんですけども、はい、このデビュー曲というのが、まあね、ありがたいことに本当に、まあ、この歌で、ね、たくさんの方とつながることもできまして、うん、YouTube でもね、まあ、140万回も再生をされているということで、ね、おー、はい、あ、そうなんですか。じゃあちょっと聞いてみたいと思います。今週、はい、来週とは2週にわたって健次郎さんご出演ということです。はい、はい、1週目のオンエア曲ご紹介ください。はい、それでは聞いてください。健次郎のデビュー曲で冬恋悲しです。指の痛みに慣れたような素らら遊びは切なくて必要酒を胸に抱き一人ほろほろ流し込み、このぬくもりはあなたのあなたの口づけに似て、今夜もたどり着くだけの冬恋悲し止まりびよ、お願いママさん、もうひとつ
バン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 。ケイズスタイル。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ1を知って10知ったかぶれるというリンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら。こんな時だからこそバカバカしく楽しい音楽を特集。はい、今月お送りしております特集はこんな時だからこそバカバカしく楽しい音楽を特集でございます。いろんなところでですね、お前のあの特集ええな、笑ったわっつって言われておりまして、ごく一部の反応とはいえささやかな手応えを感じております。今月の特集、大事に保管しておりました音源がこんなところで日の目を見るとはと思っております。まあ、ここのとこ毎日次から次に飛び込んでくる暗いニュースがですね、さらに加速度を増してきていることを実感しておりまして、まあ、個人的にはですね、僕も含めていわゆるフリーランス営業自営業者のですね、友人知人諸先輩および後輩が多いものですから、常々それぞれの情報交換などもしておるわけなんですけども、みんな冷静で前向きです。そして何よりユーモアたっぷり、行き場のない怒りももちろんあるんですけども、それだけを振りかざしても何も始まらないから、この困難の状況でも負けないぞという気持ちがたっぷりでございます。ある先輩が僕に言いました。医療従事者の人たちを励まして今できることをやろうじゃないか、でできることは何か考えようじゃないか、とにかく感染の広がりを防ぐ努力をしようじゃないか、もうね、頭が下がる思いでございます。リスナーの皆さんもどうかそうあっていただきたいと願っております。冒頭に触れました今月の特集、こんな時だからこそバカバカしく楽しい音楽を特集でございます。しかしよくもまあこんな音源持ってるのとリスナーさんから言われるような、そんなアーティストのそんな曲を今週もご用意いたしました。3月29日にですね、コメディアンの志村けんさんが新型コロナウイルスによる肺炎が原因で、お亡くなりになりました。国民的コメディアンとして長年テレビで活躍されていました志村けんさんに対して強い思い入れのある人は多いかと思います。僕ももちろんその一人です。で、今日はですね、ヒゲのテーマとかですね、早口言葉とかですっていうのはもうあちこちで流れておりますので、一風変わったカバー曲をお流ししたいと思います。そもそもドリフの曲をフランスの歌手に歌わせておしゃれに仕上げようと考えた責任者誰という、話でございます。まあだからこそ面白いわけでございます。はい、それでは聞いていただきましょう。ドリフメドレー、いい湯棚、隣組、クレモンティーヌ、できることなら音量を大にしてお聞きください。それではまた来週、MC ブサイクでございました。バンバンバンバンバンバン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 。バン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 
佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子ミニミニコーナーやってまいりました。ミュージックビンゴお聞きの皆様こんにちは。人が集い音楽に包まれる鎮守の森、村人たちの賑やかな晴れ時の非日常空間というわけでございますけども、昨今新型コロナウイルスの猛威の中でですね、お家にいなければいけないという集えないという辛い日が続いておりますけども、だからラジオだからこそ伝えるつながるミュージックビンゴ、ラジオの力が本当に試される今年の福山バラ祭りになりそうです。というわけでございまして、新しい形のバラ祭りのお話なんでございますけども、5月17日日曜日にはここ FM 福山レディオビンゴをキーステーションにネット&ライブの特別生放送番組が放送されます。ネット&ライブ福山バラ祭り2020、それでもバラの花は咲く、バラの魅力、福山の魅力、そして音楽の力で福山を、そして日本を元気にしようという福山で今まで一度もなかった7時間ぶっ通しの生放送なんです。ぜひお聞きください、ご覧ください。皆さんからの、ね、メッセージや写真を、受け付けるホームページ間もなく公開されますよ。ラジオの前の人、ウェブライブをご覧の皆様、みんなで作り上げる7時間のスペシャルプログラムです。詳しくはゴールデンウィーク明け頃に更新される福山バラ祭り公式ホームページぜひご覧ください。さあ、この新型コロナウイルスの猛威をみんなで頑張って乗り切って2020年の夏を迎えようじゃありませんか。さあ、聴いていただく曲はその夏7月20日月曜日グランドソウルカフェガンズでライブがなんと予定されている日浦隆則さんのこのナンバーです。夏の日の1993、泣いてないし恋をした、おお君に夢中、普通な女だ思っていたけど、ラブ人違い、おおそうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ。別人のプロポーション、ああ水際の演者、君は初めて僕の目に見せたその素肌、そのセクシー、超高層ビル走るハイウェイ、ああ銀色のプール、ざわめく街を切るように、君は飛び魚になった。ドラマティックに Say yeah yeah love、 ミステリアスに So one time、 こんなに一緒にいたのに、99恋をした、oh 君に夢中、普通な
の上からは測れないね。ああ色っぽい茶に僕の視線を叫ぶよ。日浦さんのライブを迎える7月、ぜひともみんなが集える夏になればいいなという思いを込めてこの曲を紹介させていただきました。さあ先ほどもご案内しましたように5月17日日曜日はここ FM 福山キーステーションに全国にネット&ライブ特別7時間生放送が開催されます。福山バラ祭り2020、それでもバラの花は咲くんだい。音楽の力でみんなを元気に一緒に作り上げましょう。佐藤清兵衛の珍珠の森のお祭り林ミニミニコーナーでした。ミュージックビンゴまだまだ続いております。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日はですね、久しぶりにですねゲストをお迎えしてと、言った感じのこのコーナーになりました。それではちょっと自己紹介していただきましょう。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、フルーティストの愛です。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、あの4月の16日に本来行われるはずでしたが、このコロナの影響でね、はい、ライブが中止になってしまいました。中止になってしまいました。ですが昨年録音した音源から当初4月の16日にライブに行ってやろうと思ってた方たちに聞いていただこうと。そうですね、本来のこのスタジオ生ライブのコーナーになるっていうね。なるほど。で愛ちゃんに来ていただきましたけども、はい、はい、そんな感じで、まあベッチカルテットフィーチャリングフルート愛という、そうですね、まあ、シリーズものなんですよこれね。あのバイオリニスト の樋口里香さんだったりとか、はいはい、あとトランペットの咲谷ゆかりさん、この3人でですね毎月あの代わり弁談でやって、4ヶ月目には3人で一緒にベッチカルテット with スリーレディーズという、そうです ねイベントでやってる、あのもう年間を通してのイベントなんですけど、まあ、そこのところの、一部になっていただいているフルーティストの愛ちゃんと。普段どんな感じの曲をよく吹いてるんです？私は昔からクラシックをやってたんですけど、はい、うん、まあ、ここ1年ちょっとぐらいですね、うん、ジャズを知って、まあ、ジャズをやってみようかなと思って勉強し始めてきてるところなので、はい、今よくジャズを弾いてます。ああ、知ってます。はい、そんな愛ちゃんの曲をちょっと1曲聴いていただきたいと思います。それでは曲紹介の方をどうぞ。はい、では最初に お送りする曲はウイスキーがお好きでしょ。どうぞお聴きください。
はい、ということでウイスキーがお好きでしょ。これあの石川さゆりさんの曲かな、ね、多分そうだと思いますけど、まあ、あの割とジャズのねいいバラードな感じだったりとかするんですけど、またフルートだけで吹くとまた雰囲気も違ったりとか、そうですね、ね、そんな感じはしますけれどもね、はい、まあ、そんな愛ちゃん、あのジャズ、何の曲からジャズを始めたんです？あ、何の曲だったかな、うん、でもやっぱりあの最初は枯葉とか、もう何でか知らないですけど、日本の場合は登竜門は大体あのオータムリーブス、枯葉なんですよ ね、 すね、ジャズの曲っていうのはね、はい、なんか入りやすいんですかね。いや、どうなんですかね、なんかまずはこれだっていう感じで教えていただいて、うん、で聞いてみて、じゃあやってみようかっていう感じでした、ね、え、で実際あのクラシックがこうジャズに転向はしてないと思うんですけど吹いてみてどうでした？いや、難しい。何が難しいです？クラシックはこう、まあ、地図があるような感じで、うん、まあ、あの楽譜があるんですよね、はい、でそれを、まあ、その通りにというか、まあ、それも難しいことではあるんですけど、うん、まあ、それを吹けばいいんですが、ジャズってアドリブがありますよね、うんうんうん、あのアドリブが頭使わないとなかなかできないんですよね、決まりがあって、ね、うん、はい、それがすごく難しいなと思って今も勉強中です。そうですか、はい、はい、次に2曲おかけするんですけど、1曲はですね、これあのディズニーの曲ですか？これディズニーの曲なんですかね？映画ですね。何だったっけ映画でしたね。映画ですよ。そうですね、有名な曲ですけど、はい何だったっけはい、そしてですね、あの松田聖子さんの曲も、はい、そうです、ね、私大好きな、はい、はい、それでは2曲ご紹介ください。はい、では1曲目は虹の彼方に、そして2曲目は赤いスイートピー、2曲続けてお送りします。Thank you.
はい、虹の彼方に赤いスイートピー2曲続けて聴いていただきましたけども、はい、その聴いてる間にちょっと思い出したのが映画のタイトル、はい、オズの魔法使いでした ね、 ね、ディズニーではないかもしれませんけど、ね、はい、ディズニーではなかったです。まあ、あのリメイクの映画なんかもたくさんあって、あのマイケル・ジャクソンとが歌ったりとかもしたりとかしておりますけどね。そうですね、はい、そんなですね、愛ちゃん次回のライブはですね、ここはですねちょっと約束できないですね。そうですね、まあ、6月に、ね、決まってるライブ、グランドソウルカフェガンズで行われるスリーデディスの日程もあったりするんですが、はい、そこでできるかどうかがもう分からないですから今、ね、ちょっとここで発表してもっていう感じはありますね。そうです ね、 ね、まあ、でもそんな愛ちゃんですね、普段はですね、あのどういったところで演奏活動されてます？いや、そうですね、まあ、グランドソウルカフェガンズさんの、まあ、ジャズのセッションに参加させていただいたりとか、はい、うんうん、まあそうですね、あとはこういった感じのベチトリオさん参加させていただいたりとか、うん、他のまあイベントでですね、声かけていただいて、うん、まあ、歌の方と吹いたりとかいろいろしてます。あとジャズスポットデュオであったりとか、あ、そうですね、ロフトであったりとかっていう。そうですね、ロフトさんもまだ数回ですけど、うん、デュオさんは、うん、あの初心者ワークショップをやってて、うん、そこで勉強させてもらってます。ね、いろんなセッションを重ねながらライブもやっているという感じですね。そうですね、はい、日々成長ということで、うん、はい、日々成長ですね。成長できてるかわからないですけど、いや、できております。はい、できてます、はい、ということで。そしてですね、ここから2曲またお届けするんですけど、1曲はまた松田聖子さんの曲、はい、もう大好きなので、うん、はい、松田聖子さんの曲です。はい、そしてもう1曲は、あ、これも大好きな曲ですね。まあ、まさにあの、うん、本当に今こうちょっと打ちひしがれている皆さんに向けて、そうですね、っていうね、これは歌詞もすごくいいですし、うん、ケルティックウーマーさんの、はい、すごく有名な曲ですけど、はい、それではご紹介ください、はい、では、スイートメモリーズと You Raise Me Up 2曲続けてどうぞ。
はい、スイートメモリーズと You Raise Me Up 2曲聴いていただきました。まあちょっとね、はい、割とゆったりとした曲2曲だけど、ちょっと雰囲気の全く違う。そうですね。僕も You Raise Me Up 大好きなんですよね。私も大好きです。ね、この曲は本当に綺麗で。うん、綺麗です。はい。そして、まあジャズのフルーティスト愛ちゃんと紹介しておきながら、はい。割合ちょっとジャズから離れてて、やっとここでジャズの曲やってきましたけれどもね。まあ、修行中の身なので、うん、はい、なんという曲でしょう。シャイニーストッキングスという曲ですね、うん、これカウントベーシー、カウントベーシーだと思いますね。非常に有名な曲で、まあ、スタンダードビッグバンドでもよく演奏されますし、はい、そうですね、ねえ、ビッグバンドのギターかっこいいなって思ったんですけど、うんうん、実際に一人で吹くとまた違うんですよね。あ、なるほど、はい、なるほど、うん、いろいろ起承転結のある曲ですね。盛り上がって、そうですね、なんか大人の雰囲気もあって私は大好きなんですけど、うん、そんな女性になれそうですか。多分なれると思うんですけど。いいじゃないですか。ねえ、まあ皆さんもですね、ぜひ一度このフルティスト愛ちゃんのですねライブ、はい、ベーチカルテットでまたですねお聞きになっていただきたいと思いますけど、まあまあ早くですね、このコロナ騒動が、そうですね、収まっていただかないと。そうですね、うん、本当に心から楽しんで音楽を聴くことができないですから。そうです、ね、で逆にですねこの曲を聴きながら皆さんご自宅でちょっと楽しんでいただきたいなと思いますけどね、はい、そうですね、今はもうその方法で楽しむしかないかな、はい、うん、ないですね、はい、はい、本日のスタジオ生ライブ最後の曲をご紹介ください。はい、ではシャイニーストッキングス、どうぞお聴きください。本日のゲストはフルティスト愛ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 歴史に名を残す。ライブインフォメーション and ファックス、読む読む、レッツイエッ。近藤さんのすけでアンチェンマイハート。Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, unchain my heart.
ちまう。はい、ライブインフォメーションのコーナーやってまいりましたと言ってもですね、まあ、何もないですか、うん、悲しいけどしょうがない、悲しいしょうがない、うん、しょうがない、ね、だからこういう時だからこそですね、いろいろ YouTube みんなさん見ていただいて、はい、そうこの間ね、久しぶりにこの歌ちょっと歌ってみたいと思って、はい、おもうねびっくりするぐらい忘れてていやどの歌ですか浅見千之さんの東京迷子っていう歌があるんですよ、はい、もうそれはね暗い歌でいい歌なんですよ、私好みの、はい、で、あ久しぶりちょっとこうちょっとガリガリうなりながら歌ってみようかななんて思ったら、はい、2小節目ぐらいであれ上がるんけ下がるんけみたいな感じになり、うんうんうん、お世話になりました動画にいや僕もな、例のこの番組のよく流れて堀太一から、はい、ツイッターで歌つなぎが、うん、もうそうそうたるもうメンバーの方がいっぱい出てるのに、うん、最高位に仲間に入れてもらいましたよ、すごい、堀太一から回ってきて、すごいすごい、で僕ね宮取のゆうさんに回しましたよもう偉いことですよ、もう楽しいです、楽しいです楽しいです、ね、あなんか仲間に入る、つながるってこういうことって思ったよ、ね、うん、ね、やっぱ音楽なんな、本当、うん、そうだよな、うん、一番つながりやすいし、うん、で一番手短に聴けるし、うん、だから割合ですね、あまり音楽がない生活っていうのは皆さんあんまり実感ないと思うんですけど、うん、いざライブがなくなったらこういうことになるんですよ、えらいことだよ本当、ね、だからもう毎日毎日いろんな全国全世界で行われてるライブでどれだけ大事なのかって、うんうん、ってことですよ本当ね、うん、それがナイトクラブで、まあ、あの演奏されてる、ね、ミュージシャンの方とかいるじゃないですか、うん、まあ、お酒飲んでる席で流れてる音楽だからもう言ったら BGM ですよ、うん、でもあるのとないのじゃ全然違うっていうのはここでよく分かったんじゃないかな、ね、本当な、うん、生に勝るものはないですよ、うん、そう体で感じるもんだからね、うん、生のライブって ね耳で感じるもんじゃないもんね、そうです、だけど今はまあちょっとその生ね間近で見るわけにはいかないので、うん、そこで映像を通してと言った形、うん、それとかですね、まああのいろいろと昔ね、それこそ先ほどもあの志村けんさんの話出ましたけれども、はいはい、あの昭和の時代はこうだったんだよっていう話をですね、うん、ネットを介してですねみんなでこうちょっと見ながらですね、うん、懐かしんでいただいたり、そしてまたあの知らない方なんかもたくさんいる平成生まれの子たちもね、そうですね、だからあの、うん、昭和ってこういう時代だったんだ、うん、非常におおらかすぎるぐらいおおらかな時代でしたから、はい、もうね志村けんさんの、津軽三味線聞いていただきたい、かっこいいよ、めちゃかっこいいから、はい、知らないでしょって、ね、多分知らないでしょ、ね、もう言いたい、もう、分かるな、かっこいいから見てって、うん、まあ大体あのドリフターズがもともとバンドマン、そうですね、うん、しかもですねビートルズが来日公演した時の前座ですよ、うん、前座ですね、そう、うん、でもその時に前座したけどビートルズには一目も会えない状況で、うん、らしいな、ステージに立たないといけなかったらしいですけれどもね、うん、まあそんな怒りで長介さんもベーシストとして CM なんかにも出て歌ってましたね、かっこいい、 いやかっこいいですね、うん、ベースが上手いのか下手なのかはこっち置いといて、置いといてもあのフォルムだけでいいもん、いやもうあの絵になりますよ、うん、ね、そしてあの高木ブーさんまだまだあのご存命でも80何歳、うん、一番最長最高齢ぐらいになってますけれども、うんね、うん、非常にあのウクレレとかハワイアンも、そうですね、はい、一人者ですね、もう第一人者になってますね、うん、だけど寝るのが趣味ではなくてね、うん、あご病気もあってちょっと寝てしまう、あ、はいはいはい、のがあるみたいなんですけどね、まあ、あのある意味ですね、あのお笑い界の高田渡ると、なるほど、高田渡さんはライブ中寝てますから、寝ました有名なお話が、有名なお話、はい、で寝るなっつってお客さんから怒られる、あの有価団の木村敦樹さんはですね、飲みすぎて飲みすぎだと、うん、お客さんから怒られるっていうね、はい、そういうあのもう今では考えられないですよね、はい、まあ、最近はですね、あの何ですか、禁煙でね、うん、お店であの禁煙になってますけど、昔テレビ番組の中で普通にタバコを吸う、はいはいはい、シーンいっぱいありますね、とかですね、ちょっとドラマ土曜ワイド劇場で、ね、うん、胸がはだけてみたりとか、うん、はいはいはい、最近はそういうのがないですね、もうね、なんかタブーが多すぎる気がする、はい、ね、だからこう実感的にないから想像の世界の子が多くなっちゃうのかなとか思っ、うん、ところがある、ね、ちょっと危ないことでもねさせてみていいかなって思う時もある、うん、まあ川遊びなんかでもね、うん、危なかった、僕らの時はそうでした ね川遊びしててね、あの、はい、ビール瓶の割れたのを足の裏で素足で、うん、足を踏み抜きましたから、ね、あ、うん、
ああいうことあったりするんですよ。でもその時は子供しかいなくて、うん、近くの養魚場に行ってですね、うん、おじさん何とかしてくれと言ったら、おじさん何をしてくれたと思いますか、うん、鯉に塗る薬をですね足の裏に塗られてそのまま病院に搬送されるというですね今で分かんない、はいはいはい、これモンスターペアレンツだったら怒鳴り込む状態ですよ、うんね、まあそんなですね大怪我もしながらですね、ただ今の子はやっぱりその危険なことっていうのがちょっと動画分からないかもしれない。ああそれよく言われてる ね今どれぐらいが危険なのかっていう、ね、うん、危険なのか痛いのか、うん、相手がどのくらいで痛いのか、うん、で最近の子なんて火を知らないから、うん、そうですよ、ガスじゃないでしょ、ね、ーオール電化だから、うん、火を触っちゃ熱いっていうのも、うん、分かってない子もいるでしょうね、うん、分かってない子もいる、うんうん、ねえ、僕昔あの寒いからって毛糸の靴下を履いてですね、電気ストーブの足の裏ずっと当ててたらですね、うん、で寝て、うん、途中で熱いと思った時にはですね、溶けて、うん、足の裏がまた大変なことになっちゃう。そこで初めて分かるんですよ、近づいちゃダメなんだって。そう、そういう学習能力が ねえ、でもちょっと今の子はなかなか難しいかもしれないですね、過ごしやすくなればなるほどですね、そういったちょっと昔のものっていうのは分からなくなってくるので、はい、だから五右衛門風呂の入り方なんか分からない子多いんじゃないかと思いますけど、ね、それは分からんで、ねえ、大ごと起きるよね、間違えたらね、いやいや、まあ、あのそうそう、板をちゃんと踏んで入らない、その子ちゃんと踏んで入らないとね、もう大変なことかな、うん、ちょっと気をつけていただきたいな思いながら番組進めてまいりました。いかがだったでしょうか。この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。ありがとう。